はい、こんにちは、佐々木です。え、本日は12月の3日ですね。え、今日もトレード通信の方をやっていきましょう。え、23年最初のストレートということで、え、もうすぐですね、え、もう1年も終了ということになります。皆さんですね、1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。ですね。え、また楽しんでいければなと思いますけれども、ちょっとですね、え、まずは先週の振り返りから進めていきたいんですけれども、先週起きたポイントとしては、ま、これですかね、PCE の物価指数というのが出ました。で、え、これがですね、 あの前月比でですねついにゼロということで、まあ、物価の上昇の方が随分下がってきたということがありましたでその前からですねだいぶゴールドだったりとかっていうのはこう突き上げられるような動きをしてたんですけれども、まあ、やっぱりこの辺とあとは最後にねパウエルさんあのちょっと後でやりますけれどもパウエルさんの発言だったりとかっていうことで上昇していくということになっていきましたまあ随分あの利下げの織り込みっていうのは進んだということではないでしょうかで事実やっぱり二区総裁がツイートをした中でもですね一番大きく ビューこれ42万ビューあったんですけれども、これが、いわゆるその PCE ですね、価格指標に対しての結果のツイートに対、ツイートっていうか、ま、X に対しての、ま、ビューが一番多かったということはですね、あの、パウエルさんのコメントだったりとかよりも、こっちの PC の方にですね、世の中としては注目をしていた、ね、ということになります。ですから結局ですね、あのまあ、ま、あ Fed、ま、あ来週ですね、あの、FOMC のブラックアウト期間入りになりますけれども、Fed が利下げに転じることはもう折り込み済みであって、じゃあ それを後押ししするる材料を探しに行っているというどっちかって言ったらそっちかもしれないですね、今はね、はい、もうほぼ、利下げは織り込み済みで、それの材料を確認しに行っていたので、これのビューがですね、まあ、伸びたというふうに捉えておけばいいかもしれない。であとはですね、30日の金利先物の,の動きなんですけれども、まあ、特に大きな動きがあったかといえば、まあ、あったとしたら24年の5月に結構、利下げがどんとこう来るというですね、折り込みが入って というところですかね。これまでこの8月がですね、まあ最大のなんていうんですかね、この利下げのタイミングと、えー、いう予測が出てたんですけれども、こっちがですね、もうもっともっと下げようということでですね、最終金利がですね、まあなんと3.5%割り込むということで、とにかくもう利下げはですね、もう織り込み済みというところになってきたということですね。でね、やっぱすごいのがこのドルの流動性なんですね。これ12月1日なんですけれども、まああの当然ですね、やっぱ11月30日っていうのは月末になりますので、その前の日や。 たりっていうのはですね、こう何てうんですかね、あの一旦現金化する動きっていうのが入るんですけれども、現象からですね、その資金っていうのをまあ戻しに行くっていう動きもあるんですけれども、ただこれやっぱいっ かつてですね、119ビリオンですよ、出てきているお金が。これはですね、めちゃくちゃ大きなリスク資金にですね、資金が流れとんのいっているんで、もうドバボーって書いたんですけれども。まあ、ものすごい量のですね、資金が流れていたってことですね。で、えー、フェデラルのあのバ、バンクバランス自体はですね、月末なんで、まあまあなんか、あの、入金だったりとかがあったとかっていうことかもしれないですね。33ビリオン、一旦戻ってますけれども、これまた次、マイナスになっていくんじゃないですかね。はい、えー、というようなところになってます。まあ、ですから流動性としてはですね、もう、 な、ど、どうなんですかねもう全然止まってないですよね。もう6238からですね、6288っていうことで、あの、50ミリを増えている、ということになりますので、もうとにかくドルは溢れてますと。で、月末要因があってもですね、それを乗り越えていってますと。で、中国の資金はですね、バシバシ入ってきてますと。もう、もうこれ以外ないですよ。もうドボボバボ,ボ,ボ状態ですよ。もうこれはですね、もう、お金が溢れてるというような状況が今、あ到達をしているということですね。はい。で、まあそんな中で来週のイベントなんです ですけれども、えー、大きな点としてはどううですかねもうとりあえずフェードがブラックアウト入りしたっていうのはもちろんですけれども何、まあ、て言うんですかねこう利下げをする材料を探しに行くっていう意味で言うと序ツ、えー、雇用統計、えー 雇用統計、あとカナダの中銀、レート決定、まあ、全部そうなんですけれども、うん、でも正直今は、その、FOMC の利下げを後押しする材料、円のですね、感能度が高くなってるっていうふうに考えておいた方がいいかもしれないですね。逆に、その、利下げじゃない方向に行くような材料っていうのはちょっと無視されるというか、そういう動きっていうのは出てきやすいかもしれません。来週に関してはね。はい。というようなところではないでしょうか。えー、というところがですね、まずは振り返りでございました。